安心してください。たくさんいいこと待ってるよ。クシュッ。皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、自民党の杉田がですね、女性はいくらでも嘘をつくといった発言をしたかしてないかみたいな感じで騒ぎになってるんですけれども、それに対してですね、まあそれが本当だったらやばいといったことをですね、同じ自民党のね、橋本聖子が、言った件についてお話ししたいなと思います。でね、橋本聖子偉いなというか、当たり前ですよね。まあ自民党もね、自民党でもういい加減この手のバカはやばいんじゃないかっていうことに、まあ気づいてるというか、まあもともとみんな気づいてると思いますけど、まあそろそろ声を上げなきゃいけないんじゃないかなっていう空気になってきたんじゃないかなと思います。これは橋本聖子だけの話じゃないんじゃないかなと僕は思います。でね、関係者がね、証言してると、複数の関係者が証言してるってことで、で本人はね否定してるんですけど、まあその複数の関係者が実名で出てくればですね、まあある程度話は変わってくるでしょうし、自民党としても、そういった発言は許されないっていうことを宣言するような、ことをすればですね、まあ自民党もそれなりのね対応ができたと言われるんじゃないかなと思います。まあ、僕はね速攻ね叩き出した方がいいと思いますけどね。杉田は自民党にいらないと思います。本当ね、今はねしょうもないね、言った言わないレベルの話で、まあ、騒ぎになってますけど、もっととんでもないことするバカだと思いますよ。はい、今回は以上です。クシュー。